皆さんごきげんよう。今回は焼きそばについて熱く語るスレを紹介していくぞ。香ばしいソースが絡んだもちもち麺、想像するだけで食べたくなりますよね。そしてキャベツやお肉が入れば栄養もバッチリ。焼きそばって素晴らしい。そして今回はただ焼きそばが好きなだけじゃない。焼きそばに本気の人たちイコール焼きそばガチ勢が集結したよ。焼きそばガチ勢おるか？ガチ勢という言葉から本気度を感じる。一体焼きそばガチ勢のこだわりとは？インスタントでも美味しく食べるコツとは？見ればきっと焼きそばガチ勢の仲間入り？そして動画を見た後は焼きそばが食べたくなるはず？気になる本編をどうぞ。付属の粉末ソースより、オタフクの液体ソースで作った方がうまく出来上がるんか？日清焼きそばで十分。イッチが投下したのはシンプルなインスタントの焼きそば。さあこの焼きそばを見たスレミンからの反応は？水入れすぎや。ちゃんと飛んでてもちもちボソボソよ。ならよし、紅生姜欲しい。日清焼きそばの具材入れるタイミングがわからん。塩粉の半分使って炒めてから麺入れろ。3月、袋にも投入するタイミング書いてないくせに写真はエビとか入れてるから許せん。親切なアドバイスでイッチの焼きそばガチ勢レベルが上がった。よかったね、イッチ。そしてスレミン推しの焼きそばやこだわりが発表されていく。ガチ勢が付属品使わないだろ。マルちゃん焼きそばが強すぎる。そもそもガチ勢がマルちゃんで作るかよ。あれはお手軽ようだ。鉄鍋や鉄板なら粉よりソースの方がうまく作れるで。ソースやとびちゃびちゃなるけど、やっぱ火力の問題なんやろか？テフロンやと表面温度が上がらんから揮発しないんや。粉末の利点は余分な水分を吸い取ってくれるところ。焼きっぺうますぎるけど、あれ焼きそばじゃないね。あらかじめ炒めておいた麺を別皿に一回避けて、ソースだけ炒めて水分飛んだところに麺を再投入すればええ。香港焼きそばを全国どこでも買えるようにしろ。これはなんともレトロなパッケージ。昔の焼きそばかと思いきや実は今も買うことができるぞ。チキンラーメンみたいに麺に味がついているから、お湯だけで調理できるという珍しい焼きそばだ。子供の頃駄菓子感覚で食べてた、SB の香港焼きそばまた食べたい。厨房で働いとるけど、味付けは、塩コショウ、味の素、オイスターソースやな。プロシェフのガチ勢や。まず麺は事前にレンジで蒸しておくといい。ほぐれやすい。ソースは粉を使いつつ仕上げに追い中濃ソースするとうまい。ちな粉はダマになりやすいから事前に水で溶かしとくといい。天かす入れるとうまい。ガチのプロ来たー。天かすより砕いたイカ天の方がうまい。それな。青のりかけないやつは話し合わない。好みやろそこは、想像よりかなり香りが強いでな。麺を湯通しして、湯切りして、多めの油で片面焼き目つくまで火を通すとうまくなるで。湯通しなんかするかいな。レンチンしろや。レンチンでもええんやが、湯通しでまずい油がまとわりついてるのを落とすんや。焼きそばガチ勢の火力はどんどん強くなっていく。熱い、熱すぎる。いろんな意見が飛び交う中、さらなるガチ勢が燃料を投下していく。いや即席かよ。肉はひき肉がいい。地方でバイトしてたけど、お店の焼きそばって、焼くときに魚粉を何種類も入れてるんや。それでグルタミンとかの旨味成分をいっぱい麺に移すんや。家でも細かくしたカツオ節を焼くときに混ぜると一気に美味しくなるよ。カツオ節を空入りしてから振りかけるとめちゃくちゃうまくなる。これは真似しやすいし美味しそう。カツオ節を粉にした、削り粉を使うと手軽に真似できそうだ。ああ、お腹が減る。ワイは液体ソースで付属の粉ソースといて使ってる。こうすると麺にソースが絡みやすくていい。ガチ勢おるやん。屋台特有の短くてもそもそした麺を家で食いたいんやが。粉は 1.5 倍必要。粉だけでも売ってるんよな。焼きそばガチ勢って屋台で出してる人のこと？休日に息子のために作ってる人のことやで。本気で向き合ってる人や。塩焼きそばってうまいよな。これも美味しそう。ちなみに塩焼きそばは、鶏ガラや白だしで旨味をプラスしているのは知っていましたか？ソースもうまいけど、塩焼きそばも違った魅力があってうまいんだ。そして次々とスレミンによる焼きそば熱が高まっていく。ソースで味が決まってるから、食感くらいしかこだわりようなさそうだけど。もやし入れるやつは三流。かぁ、信じらんね。マルちゃんとかよりも安い、3袋100円とかあるけど違いあるんて？
値段ほどの差があるか言われると微妙やけど、やっぱ安い方がまずいな。祭りの出店とかで売ってるパッサパサの焼きそばってなんであんなうまいん？もやしのシャキシャキ感はありやと思うけどな。日清の袋のやつ作ると、フライパンからしばらく匂い取れんよな。カップ焼きそばで粉末ソースもある？普通にある。最近焼きうどんの方が好き。焼きうどんのかつお節ってなんであんなにうまいんやろな。もやしと一味の B 級焼きそばうまかったぜ。どうやら具材を入れるか入れないかでも分かれるみたい。特にもやしは安いし手に入りやすいから人気が高いようだ。みんなは焼きそばに具材は入れる？入れない？コメント欄で熱く語れば、みんなも焼きそばガチ勢の仲間入りだ。昔粉末ソースと液体ソース両方入ったカップ焼きそば見た気がする。ソースだけじゃなくてちゃんと下味つけろって土井先生が言うてた通りにしたら世界変わったわ。横手焼きそばって昔流行ったよな。これもう焼きそばじゃないよな。これはどうやら店オリジナルのあんかけ焼きそばのようだ。これはこれで美味しそう。焼きそばってこれというレシピが確立されてない謎の料理、結構古くからありそうなのに。あごつもりよ。余計な水分追加されんからインスタントは粉の方がうまい。最後にオイスターソース一垂らししたらええ。いかがでしたか？焼きそばと一口に言ってもその世界は広く深いことがわかりましたね。焼きそばガチ勢から生まれたこだわりの調理方法や写真を見て、すっごく焼きそばが食べたくなったんじゃないでしょうか。定番のソースだけでなく塩や醤油、みんなが一番好きな焼きそばをコメント欄にぜひ書き込んで熱く語ってくれたら嬉しいです。目指せ最強の焼きそばガチ勢、つながろう焼きそばのは。また違う動画でぜひお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。皆さんは買い物でこんなはずじゃなかったのにと悔しく悲しい思いをしたことはないだろうか。今回登場する一揆はまさにその悲劇に見舞われた人物である。買ったものがフィギュアというからまあ無理もなかろう。フィギュアと言ったら出来が良すぎても炎上、お粗末なら大炎上とにチャンネルでもお騒がせしている商品だ。お祭りや騒ぎに敏感なスレ民たちも興味津々でスレに集まり出す。さあさあ、どんな一品なのか一気に見せてもらいましょう。鬼滅の刃、煉獄さんのフィギュア買ったんだが微妙に違うのが届いた。顧客が欲しかったもの、届いたもの。ほう、これはこれはまたすんごいのを手に入れましたね。鬼滅の刃劇場版ポスターの煉獄さんをイメージしたのだろうか。こんな煉獄さんに心を燃やせと言われても微妙に違うと一致はやんわり評価。しかしここのスレミンたちは甘くないぞ。陽一はロタ、むちゃくちゃおもろいな。オチがやべえ、こんなん来たら横になるしかない。でも満足そうな顔してるじゃん。一番下鞘が曲がってて二度見したわ。よくできてるじゃんって思いきや、最後のなんだこれ、最初のは CG？ ガチャとかに入ってそう。赤座がスカウトどころか目を合わせないレベル。まったくである。敵キャラの赤座が仲間に従るほど煉獄さんのオーラが半端なかったということだ。わろた、田舎の観光地の土産物屋で売ってる不動明王の置物みたいになってんじゃねえか。大差ないだろ。久しぶり吹いた。輸送中の不具合だろ。逆に美味しい、高値で売れそう。確かに欲しいアイテム、本物と並べることで本物がより引き立つ。顔が随分とふくよかだな。オチの画像が最高。映画では全国の老若男女を泣かせまくった煉獄さんだったが、ここではすっかり笑いの対象。穴があったら入りたい、であろう。これは非公式なの？アリババ系列の中国通販出しそうだろ。しかも中国は未だにバンコク郵便条約で途上国特権使ってるから、日本の税金で送料負担されてるのに。ほうほう、アリババ系は NG ね。よくできてんじゃん、300円くらい。角度を上からにしてライティング頑張ればなんとかなる。なぜ肩をケチる。日が消えかかってる。誰かに似てるなぁ、テレビで見た覚えが。これって本物を元に 3D プリンターとかで複製しているパチモンだよね。フィギュアは正規品を店で買わないとな。大して変わらんだろ。全然違うだろ、敵キャラになっちゃってるよ。最近暑いからな、だれたんだろ。車のダッシュボードにフィギュア置いといたら熱でスライムみたいになってた画像を思い出した。撮る角度の問題、はい、解散。ははは、いいおる。写真セイバーの頃より進歩が見えるな。皆さん、写真セイバーは知っているだろうか。セイバーはフェイトシリーズのキャラクターだ。中国のアニメ情報誌の付録としてそのセイバーのフィギュアがついたのだが、その出来が非常にお粗末だったのである。歪んだ口元に行っちゃってる目。そんなセイバーにブーイングの嵐。
あの中国で、回収騒動になってしまった黒歴史があるのだ。こういう粗悪なフィグアは邪神〇〇と呼ばれていて、他には元祖、邪神像のモッコスやハッピーセットのサスケなどが有名である。その中でも、邪神セイバーは回収されたために数が少なく、幻の一品なのだ。ググっちまった。なんていうかフィグア愛好家のストライクゾーンってすんごいな。これで12万円もすんの？マジか。また騙されたんか、ダッサ、みたいな顔してて草。なんか良い人そうじゃん。配送中の温度変化に耐えられなかったんだな。ありで買うやつが悪い。これじゃ列車の中ですぐ、出そう。お前らのレベルなら完全に、とか言ってるくらいには同じだろ。昭和のガンプラはこんなもんじゃねえぞ。鞘とか刀がうにょんってなってて無理だった。マントと鞘のへたり具合で草生えた。そう？ここも突っ込みたいところだ。鬼滅の刃の魅力の一つ、といえば日輪刀である。キャラの個性や戦闘能力に合わせて作られた刀は、刀身、鞘、鐔、と全てが美しいのだ。日輪刀だけで商品化されるほどなのに、これはあんまりではなかろうか？上場してるやん。フィギュアだけはちゃんと日本のもの買っとけよ。新たな邪神像の誕生を祝福しよう。おや？ここでスレミンがある画像を投下した模様。普通に売ってるじゃねえか。これは今回の煉獄さんフィギュアの販売ページだ。ちょっとわかりにくいのだが、最初にかっこよいイメージ画像が3枚、その後に、実際の商品画像が3枚載っている。この投稿によりスレナイの雰囲気が大きく変わる。なんだ、全然安いじゃないか。俺は絶対買わないけど。なるほど、出来が悪いんじゃなくて元からこういうものなのね。かまってちゃんかよ。なんだ写真通りじゃねえか。つかこんなゴム人形に4000円かよ。25cm 悪魔特攻ってなんかいいな。一致のよりは色がついてるんだな。しかしまあ一応笑いは取れる。4000円なら納得だけど税関で没収されそうな物件。前3枚を商品化のように見せかけてるなら違法の可能性があると思うが。確かにこの乗せ方だと誤解を招きやすいかも。しかし、相場を考えれば怪しい。と気がつくのではないのだろうか？権利取ってなさそうね。でもまあ5000円くらいならこの出来でもネタで笑えるからよし。こんなこったろうと思ってたわ。そんなにかけ離れるのはスカスカおせち以外ありえねえわ。海洋動画出すまで何も買うな。フィギュアは日本の正規品を買うのが間違いなし、という意見で締めくくられスレは終わりを迎えた。またもやフィギュアで炎上か？とも思われたが、買い物は自己責任、という大人の結論で落ち着き、めでたしめでたし、みんなも趣味の買い物をするときは、十分に気をつけよう。それではご視聴ありがとうございました。皆さんごきげんよう。皆さんは、家族、恋人、友達など、誰かと喋り方や行動が似てきた、なんて経験はありますか？長く時間を共有すると、お互いどこか似てくる、ということもあるのではないでしょうか？今回は、人じゃなく動物同士が一緒に育つと似てくるの？というスレを紹介していくぞ。気になるその動物とは、猫し、犬に育てられた結果。そう、みんな大好き猫と犬が登場するぞ。果たして猫と犬は一緒に暮らすとどうなるのか？モフモフで可愛い画像と一緒に紹介していくから、みんな一緒に癒されようぜ。それでは、スタートを。犬っぽくなったんを。これは可愛い。凛々しいハスキー犬に溶け込んだ猫が、キリッと真似してる感じがたまらない。可愛い。可愛い。猫かす尻尾フリフリ手はロタ。動画で腹でー。これは反則だわ。ちょっと誇らしげに見える。かっこええやん。心なしか表情が凛々しい。とうとう見た目から入る猫。あたしも犬ですけど、と言わんばかりの眼差しである。この猫は可愛い。逆に自分のことを猫やと思い込んどる犬。やっぱ育ちって大切だわ。可愛い、猫には負けるけど。こっちの方が、が、事件っぽい。が、事件より、が、時間ある。誰ぞーです。ワイも一昨年まで母ちゃんの子やと思って生きとったから、この猫の気持ちわかるわ。やっぱ環境って大事だわ。これはイモフモフ具合だ。お腹が床につくほどぽってりしたお腹。さ、触らせてー。かわいい。常に前足開いてる座り方しとるんやろか。犬カスの欠点だらけになってるがな。ハスキーって動物のお医者さんのシーザーみたいなやつばっかなんやろ。飼うの大変そう。根っこまで俺はやるぞ顔。
はい、だから飼い犬は飼い主に似るって言うんか、勉強になったわ。なんで常にセンターにいるんや。犬は小さきものを守るからな。はい、愛されとるんやな。いつも同じポジションにおるな、隣は兄弟なのかな。タリーちゃんはガジ犬と違ってサソリは食わないんだよな。まるで自分が猫になったかのような一夢が登場。小さな箱に入ったり袋に顔を突っ込んだり、実は猫がよくする行動なんだ。袋に顔だけ突っ込んだ写真、じわじわ来るものがあるな。サソリ食べなくても十分か、需要素あるやんけ。ワッツマイケルみたいな顔してて草。メシ猫思い出したわ。かわいいな。おい、猫に育てられた一夢、くうかわいい。床にだらーん、箱座り、隙間からちら。猫あるあるな行動をコンプリートしているだと、もはや犬より猫によりつつある。グーカは、ほんまに性格も犬っぽくなるんか。リリシームのう。グーカは、遊ぼやで。うせろ。子供を失った虎に育てられた子豚たち。かっかわいい。でもこの写真、実はデマ。本当はタイで行われた見せ物の様子だったみたい。その後批判を受けて、このイベントは中止に。感動な話かと思いきや、こんな裏話もある現実。ハラハラする。一度飼い主として見られなくなると、言うこと聞かなくなるってマジ？主従関係はっきりさせないと舐められ続けるで、好き勝手犬に引っ張られて散歩してるやつは舐められてる。これほんと不幸。最後草。落としてますよ、的な顔で草。しこ。これ音声ありで見た方がシュールで草生える。もののけ姫っぽい。イフヌシ、Y 家族に育てられた結果。ケローン。ちなさとだまいの愛犬。人生何周目？ってくらいの目をしている。一体何があったんだろうか。おっさんやんけ。イケイヌ。かっこいい。好き。ほっこり、根っこの分の席を開けてあるのがいいね。優しい世界、ほんとすか。おじさんの視線の優しさよ。これってこうして思い込んでるんやろか。困惑って感じで可愛い。根っこがイヌに育てられたらどうなるんや。根っこに育てられた結果。たくましい背中で草。どんなに気性の荒い外馬でも根っこにかかればイチコロよ。ノーザンテイスト。コルシ。ステイゴールド。ロージーほんま可愛い。写真よりみんなで散歩してる動画が一番ええわ。下に何かいるぞ。気づいてあげてー。誰かー。いかがでしたか？人間だけでなく、動物同士も長く一緒にいると、似ることがあるのがわかりましたね。そして、とっても可愛い、イヌと根っこのモフモフな写真も、皆さん楽しんでいただけたのではないでしょうか？中にはシュールな画像もありましたが、ね。他にも、こんな動物でも似ることがある、犬と人も似てくるぞ。というエピソードがあれば、コメント欄でぜひ教えてくださいね。また別の動画でもお会いできたら嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。皆さんごきげんよう。皆さんは、田舎といえばどんなイメージをするでしょうか？綺麗な空気や自然、新鮮な食べ物、広い土地、都会の人は特に魅力的に感じるかもしれませんね。だがしかし、田舎に住んだ人しかわからない、田舎の実情が存在するのだ。今回はそんな田舎あるあるを詰め込んだスレを紹介するぞ。タイトルは、都会の人が聞いたらビビる田舎あるある言ってくわ。ただのあるあるじゃない、ビビる田舎あるあるだ。自分は田舎だと思ってたけど、ガチの田舎ってすげえと思うような、ビビる田舎あるあるもあるぞ。都会の人も、田舎経験者も、田舎あるあるスタート。コンビニができるってだけで、街中が大騒ぎになる。田舎にコンビニやスタバなどができると知った住民は、工事中から、ワクワクテカテカ。タピオカの存在を知らない、これガチ。話題は天気と人の噂話。停電断水しても1年は生きていける。地下水汲み上げるポンプが止まって水は出なくなる。今うちがそれなんよ、ポンプの見積もりがまだこんのよ。2キロ先のご近所さん。毎日タヌキに会う。
セミの声で目が覚める。セミの他にも、朝は鳩の鳴き声が聞こえたり、夜はカエルの大合唱が聞こえたり、田舎経験者ならきっとわかるであろう体験である。そしてどんどん田舎あるあるが投下されていく。家と外の境目が曖昧。玄関にイワシの頭干してる。学校からの帰り道、友達の家の軽トラの荷台に乗れたらラッキー。夜7時以降に歩いてる人がほとんどいなくなる。たまに見かけるとヤバめの人しかいない。冬の通学路は田んぼを斜めにショートカット。何かと相撲を取らされる。コンビニの駐車場がバカでかくてびっくりした。バスが1時間に1本。それ都会やぞ。バスが1時間に1本あるんなら田舎じゃないだろ。実は都会のバスの本数は多いと往復で2000本もあるのだが、田舎になると3時間に1本以下なんていうところも。さらに田舎になると運転手がいないので、バス自体が廃止されているところもあるのだ。だから田舎は車が必須と言われているのだろう。晩飯は釣った魚。大雨が降ったらネットのネタみたいに本気でじいさんたちが田んぼや川を見に行く。食えないほど梅干しつけまくる。俺はおばさんのことを一切知らないのに、おばさんは俺の学歴や収入まで全て知ってる。そして陰口を言われている。こういうのマジだからな。これわかるわ。田舎住んでた時めっちゃ嫌だった。わかる。これが嫌で都会へ出た。周りの人が自分のこと知らないって最高。これはなんとも嫌な田舎あるある。赤の他人が自分のことを知っているのはもはやホラーである。スレミンのように噂話好きな人が原因で都会へ出る若者も少なくないそうだ。もし同じような人がいたらコメント欄で教えてくれると同志が見つかるかもしれないぞ。よそ者の車が来ると家の中から監視。どの家にも車が3台ぐらいある。お裾分けが多すぎる。大体には野菜作ってる。食べられる野草に詳しい。野菜と米を買ったことがない。電車は通ってないが荒廃した廃線跡ならある。田舎者のつもりですれ開いたのに驚くことだらけなんだが、見せてやるぜ本当の田舎ってやつをな。ガチの田舎には青年団すらいない。他人の家庭事情に異常に詳しい。腕相撲の強さでカーストが決まる。全国チェーンの店できるだけで話題になるから、今度丸亀製麺できるんだって、とかスタバできた、とか。消防団に勧誘され毎日飲み会。ドラッグストアがホームセン級にどでかい。田舎では土地が安いので、大きなドラッグストアが多いのである。薬だけじゃなく、食料品や医療品まで何でも揃っているから、遠くに行けないお年寄りには便利な場所だ。福島県民だけど、コンビニ立つと1週間くらい、安売りセールしててお祭り感ある。意外に24時間スーパーが発達している。なぜか美容院でジャンプやコロコロが買える。歩くスピーカーと呼ばれるおばさんがいる。密漁してる方も警察官も顔見知り、逃げたから現場で頭に拳銃突きつけて、佐藤さん、シャレにならんからやめるべやー。村八分が存在する。鍵はかけない、勝手に他人が出入りする、寝てる時もあるし、何か勝手に作って飯食ってやがる時もある。これは今の時代怖すぎる。田舎でも鍵はかけよう、油断はダメ、絶対。電話に出るのになお名乗らない。速攻や用水路に落ちたネタ話を持ってる人の割合が高い。その話題が出たら、声だめに落ちたやつでオチがつく。ツルハができた時、町が大騒ぎになった。野生の単調ズルをがっつり抱きしめたことがある。当時同じくらいの背丈だった。鍵はかけない。いい隣人の年寄りばあさんに当たったから、朝夜全部作って持ってきてくれる。鍵はかけない。お返しは米1万くらいのを毎月農家から頼んでるけど、自炊の時間考えるとプラスだから最強だわ。店がなさすぎて移動販売の車が来る。公園や神社に高齢者憩いの家がある。パン屋の販売カーが大音量でやってくる。21時には村人全員寝てる。電車が遅れてくる友達を待ってくれる。廃校になった小学校の校区の生徒が、自治体負担のタクシーで隣の校区に通ってる。夜中に散歩してると、この前、何時頃にどこどこで歩いてたらしいな、って噂される。歩行者をほとんど見かけない。車持てる年齢のやつが歩いてたらそれは不審者だよね。そう、だから運動不足だからといって、気軽に散歩に行けない。いかにもトレーニングしてますって格好してれば平気、逆に言えばそれらしい格好さえしてれば欺ける。これは都会の人は理解できないであろう。田舎イコール暮らしやすく自由、というイメージがつきやすいが、人も行き先も少ない田舎だと、行動が把握されやすいのである。行きづらい。バスの運転手と仕事ができる。
自然だらけで外で遊びまくるイメージだが、実際は遊ぶ相手もいないので、めっちゃインドアのオタクが多い。バスすら通ってない、金曜日に移動販売車が来る。冠婚葬祭は集落の一大イベント、ただしこのはほぼない。スーツ姿の人を見かけるとビビる。東京のナンバー見かけただけで噂が走る、じいちゃん家車で行った時少し迷って着いたら、もう東京門が来てるの知ってた。可燃ゴミは自分家の庭で燃やす、生ゴミは穴掘って埋める。ホームセンターのチラシに、シーズン到来、チェーンソー祭り。都会の人が見たらハロウィンか、と勘違いされそうな見出し。他にも、15日は祝、年金支給日、電動射撃ライフルで害獣を追い払え、など、田舎でしか見られない広告が数多くあるんだ。引きこもりなんかなったら村中の話題になって心配しに来る、だから結果ならなくなる。90以上のジーバーが普通に畑仕事してる。見かけない車が止まっていただけで不審者があると町内放送。夏は朝5時前から草刈りや畑仕事でうるさいが、それは当たり前で不満に思っていけない。俺がビビったのは家賃0円の物件がちょくちょくあること。無人より人が住んでる方が家が長持ちするしな。田舎が嫌になったというスレを見たら、車がないだけで近所から昨日どこ行ってたの？とかいちいち干渉されるの見たら、しみじみ東京でよかったわ。読むだけで嫌になるセリフ。出かけてもどこに行ったか聞かれ、出かけなくても心配される。田舎に住むのは簡単ではなさそう。餅つきの日に大雪が降って、これ集まれないし中止だろ。と思いつつ雪道をなんとか車で行ったら、中止どころか帰国者一人もいなかったのはビビった、実体験。野菜をもらいすぎて食べきれない、家に帰ると玄関に野菜が置いてある。いかがでしたか？ビビる田舎あるあるというスレでしたが、田舎ならではのいいところと悪いところがたくさん出てきましたね。かなり深めの田舎出身のスレ民が登場したので、自分の知ってる田舎じゃない、と驚いた人もいたのではないでしょうか？いやもっとビビる田舎を見せてやんよ、という田舎経験者の方は、ぜひコメント欄で語ってもらえたら嬉しいです。また違う動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。